東日本大震災による高さ15メートルを超える津波を受けた福島第一原子力発電所。すべての電源を失った原子力発電所は燃料棒の冷却ができなくなり、メルトダウンを起こし、多量の放射性物質が外部に漏れる重大事故に発展しました。原子力発電所から飛散した放射性物質は周辺地域だけでなく広範囲に及びました。住民は避難を強いられ、1年経った今も町に人の姿はありません。どのくらいの放射線量があるか測定してみました。地上1メートルの空間線量は1時間あたり 2.651 マイクロシーベルト、1年間の放射線量に換算すると約23ミリシーベルト。今なお原発事故が引き起こした厳しい現実が広がっています。東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故から1年が経ちました。この1年、私たちは放射能に怯え、さまざまな情報に惑わされてきました。実は私は大学時代原子核物理学を専攻していたのですが、事故の直後、水道水から放射性物質が検出されたというニュースを聞いて、自分の子供のことが心配になり、思わずペットボトルの水を買いに走ってしまいました。そこで今日は放射線とは何なのか、体にどんな影響があるのか、そしてどう対処すべきか、放射線に関する正しい認識と知識について改めて見つめ直してみたいと思います。ここは福島第一原子力発電所から250キロ離れた東京都新宿区です。ここには放射線量を測定するモニタリングポストが設置されています。建物の屋上に設置された観測機器では24時間放射線が観測されています。原子力発電所の事故の直後には最大1時間あたり 0.146 マイクロシーベルトあった放射線量は、現在では毎時 0.05 マイクロシーベルトとなっています。全国各地に設置されたモニタリングポストの数値を見ても、事故前の数値に戻りつつあります。ここで観測されている放射線は自然放射線と呼ばれるもので、宇宙からの宇宙線や地中に含まれる微量の放射性物質から発せられたものです。今こうして歩いている時も、私の周囲にはたくさんの放射線が飛び交っています。しかし放射線は目に見えないので、なかなかその実態をつかむことができません。今日はその放射線について深く突っ込んで考えてみたいと思います。竹内薫の放射線講座1、見えない放射線を見てみよう。国立科学博物館に来ています。ここにあるのは霧箱といって、放射線を目で見ることができる装置です。これは霧箱と呼ばれる装置で、中はアルコールの気体で満たされています。何やら白い線が現れたり消えたりしています。小さい雲みたいなものがたくさん見えますね。これはアルファ線、ベータ線、ガンマ線などの違った種類の放射線が通った跡を示しているんです。例えばここの太くて短い線、これはアルファ線ですね。アルファ線は放射性物質から飛び出したヘリウム原子核のことで、空気中で数センチ、体の中では数ミリの距離しか飛ぶことができません。短くて細い線は、これはベータ線です。
エーター線は放射性物質から飛び出した電子のことで、空気中では数メートルの距離を飛ぶことができます。このまっすぐの長い線、これはガンマ線ですね。ガンマ線は遠い宇宙からやってきて、この建物の壁を突き抜けてこの装置まで到達したんですね。放射線と一言に言ってもいろんな種類があることが分かっていただけましたでしょうか。放射線はその種類によって性質も異なっています。アルファ線は1枚の紙で遮ることができます。ベータ線はアルミニウムのような薄い金属板で遮ることができます。ガンマ線は鉛や厚い鉄板で遮断することができます。放射線は宇宙の誕生と深い関わりがあります。宇宙は約140億年前、ビッグバンと呼ばれる爆発が起き、水素やヘリウムなどの物質が生まれ宇宙空間に飛び散りました。さらに核融合や核分裂を起こし、さまざまな原子を作りながら塊に成長し星となりました。46億年前に誕生した地球は高温高熱の状態で、さまざまな物質が放射能を持ち、放射線の海と言ってもいいような状態でした。現在地球にある放射性物質は地球がたどった歴史の残存物のような存在なのです。竹内薫の放射線講座に、どんな元素が放射能を持っているの？現在地球上には100種類以上の元素が存在します。これがその一覧表です。一番軽い元素がここにある水素、そして下に行くほど重くなります。我々に身近な元素としては、例えばここにある鉄、ニッケル、銅、銀、金。さあ、ここにあるこのマークは何でしょう？このマークがついている元素が放射性元素と呼ばれています。代表的な放射性物質がここにあるウラン。このウランは原子力発電の燃料としても使われています。今回の原発事故では要素131、それからセシウム137、そしてストロンチウム90などが環境に放出されました。ここには放射能マークがついていませんが、実は要素やセシウムやストロンチウムには放射線を出すものと出さないものがあり、今回問題となっているのはこのセシウム137やストロンチウム90のように放射線を出す同位体なんです。ブラジルの保養地として有名なガラパリは、自然放射線が高いところとして知られています。名所となっているブラックサンドビーチ、黒い砂には放射性物質のウランやトリウムが含まれているのです。放射線を測ってみましょう。空間放射線量は1時間あたり5.358 マイクロシーベルト。砂浜の放射線量の高いところでは測定器の限界、1時間あたり10マイクロシーベルトを超えています。10マイクロシーベルトを年間に換算すると約87ミリシーベルトの放射線量となります。このように世界には高い自然放射線量の地域が存在します。世界平均では年間 2.4 ミリシーベルト。この自然放射線には空気中のラドンや食べ物からの放射線による被曝も含まれています。竹内薫の放射線講座3、原発事故で何が起きたの？今回の原発事故で何が起きたのか、おさらいをしてみましょう。本来ならば燃料棒の周りは常に循環する水によって冷却されています。しかし電源系の喪失により水が循環しなくなり、燃料棒が露出してしまいました。いわば空だきのような状態となり、制御ができなくなったのです。
そして溶けてしまった燃料棒からセシウムやヨウ素といった放射性物質が派生し、それが何らかの損傷を受けた格納容器から外部に漏れてしまったんですね。環境に飛散した放射性物質の量は4京ベクレル、チェルノブイリ事故の5分の1の量に匹敵します。現在も原子炉の安定化に向けて努力が続けられていますが、飛散した放射性物質がなくなるまでには長い時間がかかるのが現実です。今一番気にかかるのは、放射性物質が健康に害を与えないかということです。ここからは放射性物質とどう向き合っていけばいいのか考えてみたいと思います。竹内さんが訪ねたのは、国際放射線防護委員会 ICRP の主委員会委員を務めた佐々木康人さんです。 ICRP は専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う国際学術組織として1928年に作られました。ICRP が出す勧告は国際的に権威あるものとされ、国際原子力機関 IAEA の安全基準や世界各国の放射線障害防止に関する法令の基礎にされています。原発の事故から1年が経ちましたが、事故の直後と現在とで放射線への対応というのは変わってきたんでしょうか。国際放射線防護委員会 ICRP はそういう事故が起こった状態を緊急時被爆状況と呼んでおります。それからその事故から復旧復興がされて、かなり人々の被爆線量は減っているけど、平常の状態までは戻れない、戻っていない状況を現存被爆状況と呼んでいるんです。現存被爆状況と呼んでいます。 ICRP では事故が起きていない平常時、事故直後の緊急時、事故からの復旧・復興時にあたる現存被爆状況の3つの状況について、それぞれの防護体系を勧告しています。昨年11月、政府は被爆線量の目安を